今年の気温、全国的におかしくね。エアコンなしでは生きていけねえとマリサだぜ。もはや体温超えてんじゃねえか。どうなっていたトレイムです。いつからか始まった月末ナーフだったが、ここに至ってついに月末まで我慢できないと変な時期に緊急ナーフが入ることとなった。まさか新環境になって半月も経ないとは。それも一気に5枚近い修正。ぶっちゃけこれで影響あるのビショップくらいだと思いますが、そこが大事だったんだろ。天候の抑制。このチャンネルでも天候デッキ使ったことありますが、こんなことになろうとは予想外。まだいじるべきカードあると思うけど、今回の制裁対象は天候ってことで、他の重犯罪者は司法取引の末無罪放免という結果に。ヤシロを差し出して取引とはシャドバ怖すぎだろ。ビショップが環境から減ることで相対的にロイヤル、ネメシスが増えると言われてるが、一方で話題にすらならない冷遇されしリーダーがいる。ヴァンパイア、そしてネクロ、本当にないよね。クラスごと消されたのかとすら思えてくる。ヴァンス、ネクロ一筋で環境と戦っている諸君らに問う。今、生きしてますか？現環境がその答えよ。このゲーム勝てるデッキが正義みたいな空調あるけど、ワンデッキでもある程度楽しめる TCG は優秀なんだと実感します。まあゲーム性に文句言っても何にもならんからやってやろうじゃん。というわけで、割と真面目にネクロデッキ組んできたぜ。初戦勝率6割程度ですけど、まあ遊ぶ程度には問題ないかと。扱いが難しくて慣れてきてから急に勝てるようになったんだよな。うん、扱いって上り回しにくそうなのはセフだから感じる。よくある。嫌ないんだけど、どうせネクロって大体リアニメイトジッカーカス軸ですよね。ヘッターが消えてからその2つが多いかな。じゃあなんですかこの欲張りお子様ランチみたいなデッキは。どっちの軸も事故りやすいから最悪絞らなくていいかなって。それ結局どっちつかずになって中途半端になるあれですよ。リアにする動きは確かにパーツが多くて大変だが、アーカスに関しては7ターン目に慌てて出す必要はどこにもない。採用理由も高スタッフ、終盤腐りやすい低骨ボロワーの再利用と、こいつだけで勝とうとしてるわけじゃないしな。英語ケリドのチョイスは不穏を選択。これで7コスアーカス8コス早々からモルト製の動きができましたね。ローテリアにネクロで大型蘇生しようとすると最速でも7ターン。ここまで1回も想像してないのに案外変わってないんですね。特化させると連打してゴリを出るっていう強みがあるけども、進化で1体倒した理由は乾いただと。5ターン目に置いた近畿の復活が割れると2体ならず、4ターン目に使用進化して5ターン目にジェット、使用の処理にもたついてる間に横展開してインハバイブ傘で顔削ったり、7ターン目にレディーグレイ進化と合わせて盤面広げたりしてたぜ。レディーグレイでレジェンダリーファイター蘇生した時は突進のおまけ付き、あとはいざという時の回復剣ドロソ。次でモルニキ降臨できますが、ああ、やべえやつ見えたな。なんだこいつ。ラスは軽減弾の天敵、変異させる効果。こいつさ、モルニキ消してくるのもそうなんだけどさ、なぜかこっちの蘇生系効果に引っかかるせいでヒカルリングから出てくるんだけど、ニコスなんでレディーグレイの進化でも湧きますよね。ソタコフォロワーの上相手に人形を献上し出して散々だったわ。そして貯めた人形で調整してバジリスで全勝に。やめてマリサのライフはもう出ろよ。練習中に何度あいつに心折られたことか。消滅はネクロが未だ越えられない壁だからね。しょうがないね。この場合はアーカスでリーサル狙いそうな距離まで削れてるからいいけど、人形ネメシス相手はトラウマしか生まれないからやだ。ストレートな感想ありがとうございます。このまま顔面突撃してもいいけど、クマにするやべえのがいないなら生き残りそうだし、すり替えておいたのさってドヤ顔されないようにだけ意識するぜ。こっちの体力がまだ十分に残っているので、相手からのリーサルは考えなくていいし、フランがいるから敵にも困らないはずです。フランの呪いはレジェンダリーファイターとの組み合わせが強力。アミュレットと一緒にプレイすることで疑似オーガマ突進になりますね。英語ケリドを無理なく採用できるのも鉄目の劇薬の存在ありきだし、そして生還するモルニキである。そりゃアーカス発動してるから相打ちで守護剥がれるよりも、そのままモルが突っ込んできてバジリスその他の消滅圏内に入ることを願うよな。ちなみにこのターン、進化圏を切ってリーサルの手順があるんですが、ここまで何十回と消滅を食らってきた恨みからかモルニキを進化、無事リーサルを逃すというプレイを犯しております。いやもうどうやってこいつを延命させるかしか考えてなかったね。やっぱね、わあ進化かっこいいな。棒読みややめて。まあ地味に進化してもスタッフ変わらないこと忘れてたってのもあるんだが、はい、ぴったり2点だけ足りてません。手札に弾残ってるから完全。一応言っておくと、フランの重木はもともとのコストゼロだから出しても無駄死にするだけだぞ。温存してフェリの生贄にして差し上げろ。で、結論なんで現環境のネクロって弱いのか。弱いのは確定なんですか。ベースのスタッフが低いのに持ってる効果がいまいち噛み合ってないんだよな。ラストワードとか発動したところで1枚引いたりするだけだと、そりゃ盤面負けますよね。それでもポンを消して強いやつがほとんどいないとなると、横に並べるしかない。ハンド消費が激しくなるんですね。このデッキも最後まで悩んだのはドロソの確保だった。後攻引いたら不利なのに先行でもそこまで有利じゃない。その点対面のロイヤルといったら、先行有利の化身みたいなクラスだな。ネズミまずいメラ GG。 白黒もナーフされたけどなんか影響
あったのかな。先行1ターン目で使う分には何も変わってないぞ。あくまで様子見ってことなんでしょうね。実質ノータッチ。こいつはこんなに強い効果持ってんのに惜しい。実に惜しい。地味にトップから理想のカード引き当てやがった。ここはマーズ出してくれたらフランで処理したのに。フランも呪いをチョイスすれば墓地を稼ぎつつ4点で除去。中国もマーズを殴り倒せるスタッツだから先行でも腐らない。聞いてる限りじゃ犬動きなんですけどね。スペルが特にそうだが盤面のフォロワー使って発動する効果なのには残り悪いやつばっかで強みを全く活かせていない。今のネクロに足りてないのはセクターと回転に骨の飛行士だと思うわ。さすがは先行ロイヤル。隙のない展開力。高校の唯一の利点、進化圏の行使で使用に自己蘇生効果を付与。消滅されることはないでしょうし、これで足を引っ張れるか。空風輪を1枚見てるからナイトだけじゃ完全に処理は無理なんじゃないかな。破壊されても次のターン自動進化しないが、相手にかなりのリソースを消費させることになるだろうな。お見てるか運営、どういうとこだと。なんと1枚で完璧な除去。あのさ、うん、どう考えても強いわそいつ。絶対いじるならマダンの方だっただろ。コスト上げるかダメージ減らしてくれるだけでもだいぶ違うんですが、本体のスタッフ調整するにしてもヘルス1にしたらミラー先行ゲージ除去してるだけだぞ。取られないからベインバでできたらメーガの案内人で制圧してたのに。案内人がさっきの骨の飛行士不在の苦しさを物語っている。ネクロアサシンの互換カードだが盤面のフォロワーを破壊してランダム破壊するアサシン。破壊するのは骨一本でも大型フォロワーを刈り取れる便利な子。あいつはが残りしやすい骨なんかと組み合わせることで効果を生かしていたが、案内人は手札のカードを切って発動する。曹操がメインなのかもしれないが迂闊にリソースを吐くことになってしまっている。パックをまたぎに連れて全体的に動きづらい効果に引くとしてる気がします。他のクラスがやってることを追加のコスト払って真似してるようなもの。そりゃ弱いに決まってんだよな。飛行士はそのリソースを調達するのに絶妙な効果だったんですね。バンプが死んでるのも似たような理由だろ。手軽に復讐調整するようなカードもなく、復讐になったところでパワーごとく。5ターン目までには復讐に入っておきたいのに、バルツは追加で 3PP 必要だし、ナルミは進化させても後続のパワーがついと踏んだり蹴ったり。ベルフ姉さんは偉大だったんやなって。と言ってもネクロは4ターン目までの動きはむしろ強い方の部類なんだよ。5、6、7ターン目あたりに超強いカードが来るだけでマシになるはずだぜ。バンプもカオスチップみたいなやつが欲しいところ。あと姉さんはそのまま帰ってこい。あ、このターン変なことしてるだけリドの PP 回復でいっぱい動くつもりが計算ミス。手札を無駄に消費しただけで円錯乱から2面処理が正解だぞ。違うことばっか考えて集中してないからガキになるんだよ。何の話してたっけ。バンプとネクロの未来についてかな。アディショナルカードで追加してほしいのはコスト確保要因。それと5、6ターンが変を支える強フォロワーだな。ネクロには確かエンハンス持ちレジェンドがいなかったので来てもらいたい。エンハンス骨の飛行士かもん。例えばこんなやつとかもね。アーサー、前のターンは盤面的に出せなかっただろうが、ここで置いてくるとは。ハンド消費1枚でこの展開力はネクロにこそあるべきなんだけど、こっちのリソース的にも愛車で沈めるプランしかないな。それ以外の出せるカードはもう全部投げていいだろ。フクロウはフォロワーをサーチするので何かしら展開に。ダメだわ、こいつだけは出しちゃいけない。手札が欲しいでござる。ケリド残しつつアーサー処理してもいいが、愛車の10点圏内に入れとかないとだし、もう盤面は無視して顔削りに行くより他にないな。スカイフォートレス、これ10ターン目まで生き残れるかすっごい微妙。この盤面でも1枚で全部返せるヘクターはどう考えても壊れてる。全盛期の力取り戻してるんで、アニメで元気にやってますよ彼は。最近だと水巫女も復活したし、この調子でよその勢力もしれっと戻るんだろうな。全盛期暗きムーブが蘇る日も近いのか。目覚めなさい。なんかローテにエンハンスバコネット戻してもいるように思えてきた。怖い。着々とインフレし続ける現代シャドバ怖い。にしてもドローが心もとない。ポン落ちして影響力があるフォロワーがいないとこうなる。シノフチさんとかどうですか。環境の淵に立つ者なんていう人いるけど、あいつ立ってないから、生まれた時からこけてるから。悲しいな。お相手はなんか諦めたみたいだが遠慮なく行くぜ。限りなく可能性低いですが、競り合いたら逆にリーサルもらってました。先行芸はまだまだ続くのであった。ここからはおまけ。対面はナーフの影響をもろに受けた天候軸ビショップ。援護射撃と同じコストになったからか、ナーフ後はほとんどいないが、まだ FF 存在してるみたいだぜ。これが先行4ターン目に置かれてるとほぼ罪みたいなもんでしたし、その意味でも今回の修正は正解だったんじゃないでしょうか。てかレジェンダリーファイターは不思議だろ。こいつはネクロのために生まれてきたようなフォロワーだわ。レディーグレイ進化、スカルリングから飛び出てきたのか、そしてネクロとは思えない脳筋進化。下手したらこれを出るんじゃないかと思った。反省はしていない。ファイターうるさいんだけど、レジファイさんの攻撃音大好き。お前の趣味は誰も聞いてねえよ。ひでえ。お相手もう当分天候出そうにないですね。盤面放置するわけにはいかないからな。この時点でリーサル狙えてるって2回攻撃悪いことしかしねえ。打ち込み100回満進化で2面処理が限界かな。あ、こっちのリーサルが決まりましたね。もうユニコの介護さんなんて言わせねえぜ。今度はゴリアテリメイクですね。わかります。面白い能力手に入れて活躍してもらいたいもんだ。お相手もう諦めて適当に除去してますけど、ここまで行くともう何やっても勝ちだけど、計算面倒いから確実に潰す。3ターン目でスカルリング設置すると5ターン目に出
スは発動。近畿の復活の餌にしやすく展開のサポートに繋がります。2回攻撃付与するつもりが前のターンですでに発動してたわ。3週間もプレイしてないかそれに連発しちゃうな。素振りって大事なんですね。ちなみにこのターンだけで21点無事オーバーキルです。レシピです。アーカスカリアニメイトに特化させた方が強いだろって人はそれ使ってくれ。フランは7コス前提で呪いを出すタイミングは慎重に。このデッキの低コススペル大事。プレイングの差が顕著になる万人受けしない構築だが、こっからネクロの新しい可能性を見出してみてくれ。人形ネメシス対面はトラウマ抱える前にそっと赤いボタンをしましょう。ってわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。